西南戦争、または西南の役は1877年に現在の熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県において西郷隆盛を名手にして起こった氏族による武力反乱である。明治初期に起こった一連の氏族反乱の中でも最大規模のもので日本国内で最後の内戦である。明治六年政変でゲイアした西郷は1874年。 鹿児島県全域に渡し、学校とその文校を創設した。その目的は、西郷と共に下アした、不平士族たちを統率することと、県内の若者を教育することであったが、外国人講師を採用したり、優秀な私学校等を欧州へ留学させると、積極的に西欧文化を取り入れており、外政を行うための強固な軍隊を創造することを目指していた。 やがてこの市学校はその与党も含め、鹿児島県令、大山綱吉義の協力の下で県政の大部分を握る大勢力へと成長していった。一方、近代化を進める中央政府は1876年3月8日に、配当令、同年8月5日に、金属公裁証書発行条例を発布した。この二つは縦脇、放禄の支給という旧武士最後の特権を奪うもので、 あり、氏族に精神的かつ経済的なダメージを負わせた。これが契機となり、同年10月24日に、熊本県で上風連の乱、10月27日に、福岡県で秋月の乱、10月28日に、山口県で萩の乱が起こった。日東山温泉に行った西郷はこれらの乱の報告を聞き、11月、桂久武に対し所簡を出した。 この書簡には、士族の反乱を愉快に思う西郷の心情の外に、立つと決した時には天下を驚かすとの意も書かれていた。ただ、書簡中では、若殿のやがらが流行らないようにこのうなぎ温泉を動かないとも記しているので、この、立つと決するは、内乱よりは当時西郷が最も心配していた、対ロシアのための防御、外政を意味していた可能性が高い。 その一方で1871年に中央政府に復帰してケアするまでの2年間、状況当初抱いていた氏族を中心とする、強兵重視路線が、市民平等、廃藩地権を全面に押し出した、木戸高吉、大熊重信らの,の、富国重視路線によって退けられたことに対する、不満や反発が、西郷の心中に全くなかったとも考えられない。とはいえ、 西郷の真意は今もって、憶測の域内にある。他方、私学校設立以来、政府は彼らの脅しを恐れ、早期の対策を行ってこなかったが、私学校等による県政の掌握が進むにつれて、私、学校に対する曲解も本格化してきた。この曲解とは、私、学校政府への反乱を企てる指示を要請する、機関だとする見解である。そしてついに、 1876年来無教、大久保利道は、内閣顧問、木戸孝義を中心とする、長州派の猛烈な提案に押し切られ、鹿児島県政改革案を受諾した。この時、大久保は外に私学校、内に長州派という非常に苦しい立場に立たされていた。この改革案は、鹿児島県令、大山津吉の反対と地方の乱の発生により、 その大部分が実行不可能となった。しかし、実際に実行された対鹿児島策もあった。その一つが1877年1月、私学校の内部偵察と罹患工作のために、警視庁代警視川地俊義が中原久尾以下二24名の警察官を、卑怯の名目で鹿児島へと派遣したことである。私学校とたちはこれを不審に思い、 その目的を聞き出すべく警戒していた。1月29日、政府は、鹿児島県にある陸軍商法兵属省にあった武器弾薬を大阪へ移すために、秘密裏に赤、竜丸を鹿児島へ派遣して、搬出を行った。この搬出は、当時の陸軍が主力装備としていたスナイドル銃の弾薬製造設備の大阪への搬出が主な目的であり、 山形有友と大山岩尾という陸軍内の懲罰と殺罰の代表者が協力して行われたことが記録されている。陸軍はスナイドル銃を主力装備としていたが、その弾薬は薩摩藩が設立した兵器弾薬工場が前身である鹿児島族省で製造され、ほぼ独占的に供給されていた。護送式のスナイドル銃をいち早く導入し、 修正管事業の蓄積で近代工業基盤を有していた薩摩藩はオランダ商社を通じてイギリス製のパトロン製造機械を輸入し1872年の陸軍省創設以前からスナイドル弾薬の国産化に成功していた唯一の地域だった。現存するボクサーパトロン10発入りパッケージと銅弾薬の断面火薬、弾丸、雷管さえあれば使用できる。 全層式銃と異なり、5層式のスナイドル銃の弾薬は真鍮を、取材料として水圧プレスで成形される器部を持った薬莢が不可欠で、これがなければ銃として機能しない。薬莢器部は単純な構造であるため、個人レベルの量であれば、家内生産で製造できなくもないが、小規模とはいえ軍が戦闘で使用する量を確保するには専用の大量生産設備が不可欠であり、 同様の設備は当時の日本国内には存在していなかった。こうした工業基盤の有無も一地方に過ぎない鹿児島と中央政府の力関係を均衡させていた主要因の一つだった。また、旧札間藩士の心情として鹿児島族省の火薬、弾丸、武器、製造機械類は藩士が拠出した金で作ったり購入したりしたもので一応ことがあって必要な場合、 藩士やその子孫が使用するものであると考えられていたこともあり、私学校とは、中央政府が泥棒のように、薩摩の財産を搬出したことに起こるとともに、当然予想される衝突に備えて、武器弾薬を入手するために、夜、総務高薬庫を襲って、武器類を奪取した。この夜以後、連日、各地の火薬庫が襲撃され、俗に言う、弾薬略奪事件が起きた。 スナイドル弾薬の製造設備を失ったことは、薩摩を象徴する新兵器だったスナイドル銃が無用の、長物と化し、すでに旧式化していた、前奏式のエンフィールド銃で戦わなければならなく、なったことを意味しており、後奏式と前奏式の連射速度の違いがもたらす、決定的な戦力差を母親戦争に従軍した、西郷はじめ多くの薩摩士族たちは、実体験を通じてよく理解していた。 2月2日、政府側は赤たつまるに弾薬400箱を積んで、鹿児島から撤退させたが、私学校側の弾薬摂取には、ほぼ無抵抗であり、この際に私学校青年により、約8万4千発の弾薬と多数の小銃が、摂取された。また私学校側ではこれ以外にも、弾薬の備蓄を行っており、西南戦争を通じて、薩摩軍が使用できた弾薬は、 約300万発とも言われる。口述の柳原咲光が直視として、鹿児島入りした際、鹿児島でスナイドル銃の弾薬約30万発や、弾薬の原料が多く残っているのを発見し、薩摩川は1年は、戦える備えがあったと述べている。1月30日、私学校幹部の篠原国本、河野朱一郎、高木七之丞ら7名は会合し、谷口東太に、 中原ら警視庁規範組の内定を依頼し、同時作れ、谷口報告により中原らの帰郷が、最郷暗殺を目的としていることを聞いた。篠原、淵辺雲平、池上志郎、河野周一郎ら私学校幹部は、前後策を話し合い、小ねじめで首領をしていた、西郷高森のもとに、彼の四帝の西郷五兵を派遣した。また、弾薬略奪事件を聞き、 吉田村から鹿児島へ帰ってきた、桐野俊明は、篠原国本らと談合し、2月2日に、辺見十郎たら3名を、小ネジ名へ派遣した。西郷小兵と辺見から、弾薬略奪事件の顛末を聞いた西郷は、女子も歌との言葉を発し、暗殺計画の噂で沸騰する、私がコー都に対処するため鹿児島へ帰った。帰る途中、西郷を守るために、 各地から私学校都が長谷参事、鹿児島へ着いた時には相当の人数に上っていた。2月3日、私学校都は中原ら64名を一斉に捕獲し、過劣な拷問が行われた結果、川次大警視が西郷隆盛を暗殺するよう中原久浦に指示したという自白書が取られ、多くの私学校とは激光して暴発状態となった。 明治政府が対抗に掲げた神聖皇徳をスローガンに用い、フランスの差し絵画家の手になるもので、西洋式の軍服をまとって椅子に腰掛ける中央の人物が伝え聞きに基づいて描かれたのであろう西郷隆盛。取り巻きがことごとく古風な重装備の武者姿なのはフランス人の想像である。2月4日夜、小ねじめから帰った西郷は幹部たちを従え、 九魔屋跡にあった私学校本校に入った。翌5日、私学校幹部及び文校長ら204名が集合して代表議が行われ、今後の方針が話し合われた。別府新助と変身は問題の死を起こすべしと主張したが、長山八一郎は西郷、霧の篠原の三将が上京して政府を質問すべしと主張した。この長山作には山。 野田和助、河野朱一郎が同調した。しかし、池上は暗殺を企む政府が状況途中に避難を加える、恐れがあると主張して反対した。そこで、村田三助は三照に貨幣が随従する策を、野村押助は、野村自身が貨幣を率いて、カイロで、オバマに出て、そこから陸路で、京都に行き、行行で、京都にいる天皇に直接上奏する策を主張した。 こうして、諸作百出して紛糾したが、座長閣の篠原が、義を言うなと一同を黙らせ、最後に、桐野が団の一時あるのみ、岐古堂々総出兵の外に取るべき、となしと断案し、全軍出兵論が多数の賛成を得た。長山はこの後も出兵に賛成しなかったが、桐野の説得で後日従軍を承知した。2月6日、私が校本校に、 薩摩本営の文票が出され、従軍者名簿の登録が始まった。この日、西郷を中心に、作戦会議が開かれ、古兵の海路から長崎を奪い、そこから二軍に分かれて、神戸、大阪と横浜、東京の本拠を吸収する作、野村押付の三道に分かれ、一はカ路で長崎に出て、そこから登場、一はカ路から武前、文豪を経て、四国、 大阪に出て、そこから登場。1は、熊本、佐賀、福岡を経ての陸路登場する作すなわち3、同文新作が出されたが、小平、野村押助の作は三隻の寄船しかなく、軍艦を持たない殺軍にとっては、成功を期しがたく、池上の熊本城に一部の押さえを置き、主力は陸路で登場する作が採用された。2月8日に、 舞台の編成が開始された。2月9日、西郷の遠籍、河村住吉海軍中将が軍艦に乗って西郷に面会に来たが会うことができず、県令、大山津奈義と鹿児島案内の観戦場で会見した。この時に退散がすでに私学校等が登場したと伝えたため、河村は西郷と談合することを諦めて帰につき、長崎に電報を打って警戒させた。 一方、鹿児島では2月9日に鹿児島県庁に自首してきた野村綱から大久保から鹿児島県内の偵察を依頼されてきたという内容の自供を得て、最後暗殺計画には大久保利市道も関与していたと考えられるに至った。西郷軍では篠原が編成の責任者となり、桐野が軍需品の収集調達、村田新八が兵器の調達整理、長山や一郎が 新兵教連、池上が母兵をそれぞれ担当し、12日頃に一応の準備が整えられた。母兵、新兵教連を終えた殺軍では2月13日、大隊編成がなされた。いずれの大隊も10個小隊、各小隊、約200名で、契約2000名からなっていたが、カジキガイ4号から母兵し、後に6番、7番大隊と呼ばれた。 連合大隊は2大隊合計約1600名で、他の大隊に比べ人員も少なく装備も劣っていた。この外、本営府護衛隊長にはフチベがなり、狙撃隊を率いて、西号を護衛することになった。2月14日、私学校本校横の連兵場で、起乗した西号による1番から5番大隊の越兵式が行われた。別府新助が率いる連合大隊はこれに参加せず、 先方として、カジキより熊本へ向けて進発している。翌15日、60年ぶりといわれる大雪の中、殺軍は、鹿児島から、熊本方面へ進発した。17日には西郷も、霧野と共に発し、カジキ、人吉を経て、熊本へ向かった。これを見送りに行った、桂久ラ・は、貧弱な市長への心配と西郷への友吉から急遽、従軍し、 西郷軍の代償にだ本部長となった。一方、鹿児島から帰京した河村中将から西郷軍の門在出兵の方を得た政府は2月19日、鹿児島県逆と政党の御事のりを発し、正式に西郷軍への出兵を決定した。西郷軍を撃つために横浜港から立つ帝国陸軍大山綱吉は山口県や兵庫県などの他県に、 西豪軍の宣伝文を届ける選手を長倉忍に命じる。長倉は2月10日に鹿児島を出たが、同年2月14日に福岡県久留米で逮捕される。殺軍が熊本城下に着かないうちに、すでに政府側は政党の見事のりを出し、殺軍の殺軍が鹿児島を発したのが2月15日で、熊本城を包囲したのが21日。 対して政府が政党の直を出したのが2月19日であった。つまり、殺軍が動き出して、わずか4日で、熊本城を包囲する2日前だった。このことから、明治政府の対応の早さの背景には電信などの近代的な通信網がすでに張り巡らされていたことが、わかる。熊本賃代でも、西郷たちが鹿児島を発した2月14日の夜、 指揮官たちを招集しての作戦会議が行われ、全軍による熊本城老城が決定される。会議に参加した小倉の不評第14連隊長、野木ス介少佐にも、部隊を率いて、熊本城に入城する様指示が出され、野木は17日夜に小倉に帰還、準備を開始している。明治政府は、有栖川のみ当たる人親王を、鹿児島県逆都政党総督に任じ 実質的総司令官になる三軍には、山形有友陸軍中将と、河村住義海軍中将を任命した。これは、カリスマ的指導者である西郷に対抗して、権威のある騎士を旗印として用いるためと、どちらか一方を総司令官にせずに、同じ中将の二人を副官に据えることで陸軍と海軍の勢力争いを回避するためであった。また、薩摩、 長州の近郊をとって、西郷の遠跡である川村を加えて、薩摩出身者の動揺を防ぐ等の意も含まれていた。山形有友もかつて、西郷の下で、御神兵、陸軍小創設のために働いており、鹿児島市学校とを月光させた、鹿児島スナイドル弾薬製造設備の搬出では、薩摩閥の大山岩尾に協力するなど、薩摩閥内部の西郷 VS、大久保の争いに、 長州罰が便乗する構図となっていた。当初、第一旅団、第二旅団、別道第一旅団、別道、第二旅団の外に、河地俊義少将県大警視が率いる警視隊などが出動し、順次、他の旅団も出動した。中でも、臨時長母巡査で編成された新鮮旅団は、氏族が中心の旅団で、その名称から新鮮組が再編成されたと、 誤認されたりした。台湾出兵時に、最を郷ぐ組地が装備したカトリング砲も、九州へ送られるなど、徴兵で構成された、政府軍は、正教な薩摩氏族相手に戦うために、相当な意気込みを見せたが、一番肝心な不標銃の弾薬調達で、トラブルが発生していた。海戦原因の一つとなった、鹿児島族省のスナイドル弾薬製造設備は、2月13日に、 大阪方兵交渉に設置されたが、鹿児島から搬出した際に、部品の不備や破損が生じていたため、稼働させるには修理と部品の追加購入が必要となった。また、各賃代から九州への本格的な動員が、開始されると膨大な量の弾薬が必要となり、六千発、日程度の生産数では焼け石に、水の効果しかないことが明らかだったため、さらなる増産が図られて、 弾丸用の鉛を回路や、雷管製造所を併設した新工場が建設された。スナイドル銃が陸海軍に正式採用されてから以降、その弾薬供給が鹿児島族省に独占されていたため、重要拠点である東京、大阪の陳大兵には、ご葬式ながら、紙製薬卿を使う、ツンナール銃を装備した兵が多かったが、 ツンナール銃とスナイドル銃は全く違う弾薬を使用していた。補給の混乱を防ぐために、陸軍省は、九州へ派遣される兵の装備を、一旦、スナイドル銃に統一させてから送り出していたが、動員規模が広がるにつれて早くも3月には、スナイドル弾薬500万発の備蓄を使い果たして、弾薬が欠乏した。この時期、九州では依然として激戦が続いており、 さらに1800万発の調達が必要と見積もられていたこともあって、大量の弾薬在庫が残されていたツンナール銃を九州に送る案が検討され、実際に和歌山の臨時召集部隊は、半平時代から使い慣れたツンナール銃装備のまま九州へ派遣されたほか、大阪賃代の衣服表など広報部隊もツンナール銃を装備して派遣されていた。この他にも、後に、 村田銃の開発で有名になった村田常義が旧幕府から引き継がれたシャスポー銃をスナイドル銃とは別の金属薬莢を用いる弾薬用に改造しようと計画するなどさらに補給を混乱させかねない事態が進行していたスナイドル弾薬の調達を担当した陸軍省の西郷嗣道と原田一郎は大量の弾薬を調達すべく海軍省から 弾薬製造設備を借り受けたり、外国商人から空薬局を500万個の購入を計画したり、あるいは新国から弾薬を借り受けたりと、前線で戦う兵士たちの火力を支える弾薬調達に、東方清掃した。殺軍に投降を促す官軍のビラ、官軍に降参する者は殺さず2月19日、熊本賃代が守る熊本城内で火災が起こり、 烈風の中やぐらに炎症し、天守までも消失した。この火災の原因は今もって不明である。天守閣には、牢上1ヶ月分に相当する兵糧や新炭が備蓄されていたが、なんとか運び出せた弾薬以外はことごとく灰になってしまった。さらに火は城下にも飛び火市場の東側、東南側の城下町を焼き尽くした。またこの火を側にまで到達していた先方の、 連合大隊に、熊本氏族で、学校等首領の池部吉十郎が訪れ、別府と面会し、協力を申し出るが、熊本上皇略の方策を尋ねた、際の別府の陳代兵が、もし我が校論を遮ろうとしたら、一周するのみ。別に法略などないという発言を聞き、薩摩人の評判にのみ頼む気風を危惧していた、自身の予想が当たりない心失望を覚えている。2月20日、 先方の連合大隊は川尻に到着。同日進行、賃大参謀長の川山助則中佐の発案で派遣された偵察隊が連合大隊に発砲し、西南戦争の実戦が始まった。この際捕虜とした故障の証言で、熊本賃大側が牢場の構えであることを知った。札群は川尻に到着した幹部が集まり21日夜、軍議を開いた。 軍議では池上が主張する当初の熊本に抑え置き、主力登場策と、篠原らが主張する、全軍による熊本城強襲策が対立したが、強襲策が採用された。2月21日の夜半から22日の創業にかけて、殺軍の大隊は、順次熊本に向けて発車熊本城を包囲した。霧野の第四大隊、池上の第五大隊は、正面攻撃。 篠原国本の第一大隊、村田新八の第二大隊、別府新助の家ジキの大隊、及び長山八一郎の第三大隊の一部は背面攻撃を担当、また殺軍に同調して合流した熊本氏族で、学校等首領の池部吉十郎を率いる熊本隊の大使が殺軍各隊の共同役として参加している。一方、賃大側は、 熊本城を中心に守備兵を配置した。この時の賃代側には、司令官の谷竹少将参謀長の川山助則中佐をはじめ、小玉玄太郎少佐、川上総六少佐、奥安方少佐、小川又次大尉、大阪直都市大尉など、後年の大物軍人、政治家らが参加していた。この時の戦力費は、 殺軍約1万4000人に対して、賃代軍約4000人であった。この教習中の昼過ぎ、遅れて西郷が川尻から大津の宮に到着した。熊本城、攻撃22日夜明け前、殺軍の熊本城攻撃は、池上隊への賃代側の砲撃から始まった。池上隊2000名は、千葉城の堀井や京町口の渦見門を攻撃したが、 寝台側の激しい砲撃で捕類の一類も抜けず、県庁付近に肉薄した霧の隊800名も撃退されてしまう。城の聖誕藤崎台の西の段山は城内へ突入する際の有力な共闘歩となり得たため、殺軍は、篠原、村田、別府の各隊計3000名が殺到したが、寝台側も、聖鋭の不評第13連隊第3大隊など、強固な防御体制を敷いて応戦。 この日最大の激戦となった段山の戦いは10時頃に殺軍が多大な犠牲を出しながら占領に成功する。殺軍は段山の山頂から猛者を浴びせ賃代側に多くの損害が出てしまい、11時頃には同地で指揮をしていた不評第13連隊長の横田智美中佐が狙撃され翌23日に死亡している。それでも、 賃大側は、殺軍の猛攻に耐え、こうして、熊本城攻撃の初日は、殺軍は、賃大側の予想外の奮闘で城郭の一角にも、取り付くことができないまま攻撃を終えた。植木の総遇戦14日の会議で、熊本牢城が決まり、これに合流することを命じられた、野木丸助少佐は17日に帰着後、先発して二個中隊を熊本に先行させる。 中隊は19日には、熊本城に到着し、老城戦に参加することになる。野木は準備のできた第3大隊を率いて19日にに、方向から南進を開始し、22日に高瀬に、到着した。そこで、熊本の方向に遠く白煙が上がるのが見た野木は60名ほどの兵を率いて先行し、植木に向かった。午後になって、不評第十四連隊の進出を聞いた殺軍は、 午後3時に、村田三助、伊藤直治の正体を植木に派遣した。午後6時頃、山賀方面から北第四中隊と合流した野木は、植木の西南に進出して、殺軍を待ち構えた。午後7時、先行してきた村田隊が、野木率いる200名と交戦し撃退される。しかし、後続の伊藤隊が加わると、殺軍の兵力は、野木らの倍近くとなり、形勢が逆転。 さらに一部が、野木らの後方に回り込もうとしたことで退路が立たれる。恐れが出たので、野木は後方の千本桜まで交代することを決断する。しかし、夜間の撤退戦は、混乱を生み、この間伊藤隊の岩切将九郎が、不評第十四連隊の軍旗を分取る事態が、起こっている。こうして、勝利を収めた殺軍だが、村田隊、伊藤隊双方とも疲弊しており、 野ぎらを追撃することなく引き上げてしまう。長が恋戦への転換、この葉の戦い22日夜半、本城に移された本営で、作戦会議が開かれた。熊本城攻撃をこのまま継続するかどうかを、話し合い、当初は、篠原の強行策継続が決定したが、遅れてきた野村押助が反対し、西郷小平や池上四郎らも同調し、会議は紛糾してしまう。 桐野は西号に決を求め、西号は強行中止を決断。熊本城を包囲する一方、残りは北上して、小倉を強襲することが決定する。23日に六個小隊が小倉へ向けて出発した。総勢1800名は2手に分かれて、植木方面に進出するが、対する野義の不評第14連隊は未だ兵力は完全に集結しておらず。 手元には700名ほどしかなかった。この派で展開する、不評第14連隊は8時30分頃より、優勢な殺軍と交戦を開始し午後1時頃までは、互角に戦っていたが、殺軍右翼の一帯が遠く、南回りに回り込んだ。それでも、遊国まで持ちこたえた第14連隊は、野員に、常時手の撤退を開始するが、この破産を大きく迂回してきた殺軍が側面を、 襲ったことで、部隊は、総崩れとなり、第十四連隊は、この葉川を越えて、寺田山へと退却する。この戦いで、野木は、第三大隊長であった、吉松秀、枝正佐など多くの部下を失っている。植木、この葉で立て続きに勝利した殺軍では一気に、第十四連隊を追撃して進出すべきとの意見も、出たが、結局は、植木まで兵を引いてしまう。さらに、 熊本城強攻策を捨てきれない篠原や、別府らの隊は23日も引き続き、熊本城攻撃を続行。包帯も加わり、翌24日も攻撃を続行するが戦火は、はかばかしくなく、結局包囲を池上隊3000名で実施しつつ、霧の隊が山賀方面、篠原隊が田原方面、村田隊別府隊が木戸方面に進出し、南下してくる。 政府軍主力を待ち構えることとなり、小倉への電撃作戦は失敗した。熊本城攻撃が始まった2月22日、神戸を発した第1旅団、第2旅団合わせて5600名は、博多に上陸し、順次南下を開始する。24日、久留米で、この葉の配線報告を聞いた、野津し三好重心両王旅団長は、南下を急ぐ一方、 三池街道に一部部隊を分建した。不評第14連隊は、石抜きに進む一方で、高瀬方面へ捜索を出した。一方の殺軍は24日より、増援部隊が次々と熊本より進発し、三方向から北上をしていた。25日未明、不評第14連隊は、高瀬進出を機として、山賀街道へ1個中隊を派遣し、本隊の3個中隊は、 高瀬道を進撃した。復業には高瀬に無事に入った第十四連隊は、そのまま、菊池川の堤防沿いに部隊を展開させ、殺軍を待ち構えた。第一第二旅団は二十五日には、南関に入って、本営を設けた。第一旅団の後少将は、直ちに帰化の不評を第一連隊長、長谷川義道中佐式の四個中隊を高瀬へ、増援に送る。その頃、 政党軍が高瀬川の千に陣を構築するのを見た、岩切らは高瀬川の橋梁から攻撃を仕掛け、熊本隊は溶かして、狭間、岩崎源を攻撃した。しかし、岩切らは石抜東側大地からの明ら者に苦しみ、熊本隊も長谷川隊などの増援を得た第十四連隊右翼に妨げられて激戦退治することに時間、夜になって退却した。 高瀬の戦い2月26日、腰山の三個小隊は、政党軍の高瀬進出に対し、山部伝と城の下の間に、要戦を敷き、笹原の熊本隊三個小隊及び岩切り、小玉らの三個小隊は、寺田と立山の間に、要戦を敷いて高瀬前進を阻止しようとした。池部の熊本隊主力は、笹原の部隊が苦戦中という誤報を得て、寺田に進んだ。 山川の野村の部隊は、進撃を準備していた。これに対し政党軍は、殺軍主力の北進を知らず、全面の殺軍が未だ優勢でないとの判断に、基づき、三好少将式の第二旅団を機関に次のように部署を定めた。26日午前5時、前衛の野義隊は、石抜きを立ち、菊池川を溶かして、殺軍右翼の腰山隊を強襲する。これに、 公営の知識体意識の一個中隊も加わったことで、正午には、越山隊は、植木方面に配送する。乃木の第十四連隊はこれを猛追し、この葉を経て、田原坂上まで進出。乃木は、第二旅団長の三好に田原坂の確保を受信するが、三好はこれを認めず交代を指示。この判断が、後々政党軍に苦戦を強いることになる。この頃、霧の、 篠原、村田、別府らが率いる殺軍主力は大久保に集結中だった。殺軍主力は大久保で左、中、右三翼に分かれ、次の方向から高瀬及び高瀬に進撃しつつある正統軍を攻撃する計画でいた。殺軍の右翼隊は27日未明、山賀から菊池側に沿って南下し、玉名付近の正統軍左翼を攻撃した。中央隊は、 田原坂を越え、この葉で、政党軍捜索隊と遭遇戦になり、左翼隊は、吉次峠、原僧と進み、ここから、右渋隊は、高瀬橋に、左渋隊は、いくら、大浜を経て、岩崎原に進出した。第二旅団は捜索隊の報告と、各地からの急報で、初めて殺軍の退去来週を知り、各地に造園隊を派遣するとともに、 三好旅団長自ら狭間に進出した。両軍の戦いは激しく、三好少将が重装を追ったほどの重砲撃戦、接戦が行われた。午前10時頃、霧の率いる右翼隊は迂回して、石抜きにある正統軍の背後連絡船を攻撃した。この時に、第二旅団本営にたまたま居合わせた、野津道ち大佐は、旅団幹部と図って増援を送るとともに、 東海山の確保を命じた。この山を占領した、政党軍は何度もダッシュを試みる、殺軍右翼隊を監察して退けた。東海山は低給料であるが、この地域の要衝であったので、ここをめぐる争奪戦は、西南戦争の天皇さんとも言われている。殺軍左翼隊は、菊池川下流より攻勢を強め、中央隊に属する。 最後古兵の隊らと共同して擁撃してきた不評第八連隊と交戦し、これを退却させた。こうして劣勢ながら全体では優勢に進めてきた殺軍だが、午後2時頃になって中央隊が弾薬の欠乏を受け、左右の隊に断りもなく突然撤退を開始してしまう。援軍を得た正統軍中央所隊はこの木を逃さず反撃に出た。 西郷湖平、浅内直之相良吉之助三小隊も、敵前とかを強行したりして高瀬奪回を試みたが、正党軍の増援に押され、西郷湖平は、羽木の堤防の上で胸に被弾し戦死する。左翼隊は、苦戦に陥り午後4時頃いくらに退却、戦場に取り残された、右翼隊は三方から攻撃を受ける羽目になり、さらに南化してきた。 のつしずお少将の兵が右翼隊の右側面を突いたので、キリ野の率いる右翼隊も叶わず、枝方面に退いた。政党軍側も疲労で追撃する余裕はなかった。高瀬の戦いは、殺軍中最高の野戦指揮官が揃い踏みし、野戦で構成に出た唯一の戦いであった。しかし無断撤退をした、篠原や山が二重正隊を残地して三正隊のみ率いて、 戦った、リ野など、その作戦式に問題がなかったとは言えなかった。キリ野にも戦命の兵力があれば、東海山の奪還も不可能ではなかったという意見もある。ともかく殺軍は、建築一滴の決戦に敗れ、これ以後は主勢に回ることになる。田原坂の戦い。左が官軍、右が西郷軍。田原坂の戦い。左が官軍、右が 西豪軍3月1日から3月31日まで、田原坂、吉次峠の激戦が繰り広げられた。春先で冷え込みがひどく、雨も降る厳しい状況の中で、戦いは始まった。高瀬の戦いで敗れた霧野は3月3日、盗撮隊の共同隊、帯隊などの増援を加えた、総勢約3000名で難関攻撃に向かった。殺軍は、 官軍の激しい抵抗を受け、共同体隊長の平川良一,一など多くの犠牲を出したが、政党軍本営までわずか10キロメートルほどまで進撃し、警視隊参謀長の福原和勝大佐を負傷させているが、翌4日未明に、殺軍田原で大敗の誤報を受け撤退してしまう。政党軍は日増しに戦力を増強させていた。二月十五日には、山形有友三軍が、 三浦頃楼少々率いる第三旅団と共に博多に到着。政党軍総督のアリス川の見当たる人信能も河村住吉三軍とともに翌26日に到着している。だが政党軍が攻勢準備のため兵力集中を図るために時間をかけたことは、殺軍にも兵力配備と守備陣地の構築に時間を稼ぐことを可能とした。殺軍は、 田原を重点的に防御を固めるとともに北は、味取山から野出までの各拠点に、殺軍30小隊、熊本隊8小隊、佐渡原隊、高鍋隊など、最終的に総勢7000名を配備して待ち構えた。田原坂の戦い田原は、高瀬から植木に至る途上の小丘量で、標高は高くても100メートルほどでしかなく、 地政的に指して、点検というほどではないのだが、その坂は、屋根伝いにくねった切り通しの坂道で防御に適した地形だった。そして、博多から熊本をつなぐ道で大砲を引いて、通れるだけの道幅があるのは、この田原坂の道だけだった。3月4日、政党軍は、田原方面を主攻、吉住方面を助行とする、全面攻勢を開始する。田原方面は、 この絵不評第一連隊第一大隊機関の本隊が平原、太平を不評第十四連隊の一部からなる右翼隊が田原坂を攻めたが強固な殺軍の陣地に突破は失敗し、後少昇自らたるきまで出向いて特選するも、友軍が二股大地を占領したに止まった。同じ頃、正統軍と殺軍は吉次峠でも交戦を開始した。 第二次四段参謀長の野津道津大佐が自ら、率いる死体が、仏業からの濃霧を利用して、吉爾峠北隣の反抗山を占領しようとした。これを見た、篠原、村田の両隊長は、反撃に出て、両軍は激戦となった。この際この絵第一連隊、第二大隊長の枝国道少佐は該当に、銀装の立刀を帯びて指揮する篠原を死人支部下に、狙撃させる。 被弾した篠原は戦死するが、激怒した殺軍の猛攻で、枝正座は戦死し、後死体は原相まで交代した。この浜で進出した政党軍本営は、3月7日に田原、吉次の同時突破を断念し、田原からの突破に一本化することに決める。4日に占領した二股大地を攻撃正面とし、囲碁幾度となる激闘が行われるが、政党軍は、 田原坂を抜くことができなかった。横平さんのダッシュと抜刀隊の投入官軍は田原、坂防衛戦突破のため、3月9日横平さんの攻略に取り掛かった。ここは、半鉱山から張り出す死脈の一つで、ここを抑えれば、二股大地の右翼を防衛し、かつ、殺軍の長大な防衛戦の中央に突出して、攻略の足がかりにある場所であった。 しかし攻撃は地形を存分に利用した殺軍の激しい銃撃と抜刀白兵戦に手も足も出ず、正統軍は殺軍の抜刀白兵戦への早急な対処を迫られることになった。殺軍の抜刀攻撃に対抗するため、正統軍は3月13日、植木口警視隊の中から堅実に引い出た警察官を選抜して抜刀隊を編成した。3月14日、聖刀軍は、 田原坂攻撃を開始し、抜刀隊も投入される。抜刀隊は、たちまち三つの掘りを奪うが後続が続かなかったので、殺軍の反撃を受け交代した。しかし、抜刀隊が殺軍と対等に戦えることが分かった。後にこの時の抜刀隊の功を称えて、軍家、抜刀隊が作られた。聖刀軍は3月15日、横平山攻撃に抜刀隊50名を加え、 猛攻をかける。彼らは、殺軍の守備を破り、ついに、横平山を占領した。この日初めて政党軍は、殺軍の防衛戦に割って入ることに成功したので、ある。16日は、戦線整理のために休戦した。17日、官軍は、西側からと、正面からの攻撃を開始した。しかし、地形を生かした殺軍に、あと一歩及ばず、 田原坂の防衛線を破ることはできなかった。この間、3月4日からの政党軍の戦死者は、約2000名、負傷者も2000名に上った。田原坂突破す政党軍本営では3月18日、野津静雄少将、三好重信少将、野津道すら大佐、高瀬政党本営の大山岩尾少将などによって、作戦会議が開かれた。この会議は、作戦立案と、 意思統一をするために行われた。これまでの戦いの中で、政党軍は多大な兵力を注ぎながらも、一向に戦果が上がらず、兵力のみが費やされてきた。この原因として挙げられるのは、殺軍が優れた兵を保持していることと、地の利を生かして田原坂の防衛線を築いているためで、ある。現状を打開するには、いち早く、田原坂の固い防衛線突破する必要がある。 しかし、兵の疲労を考慮し、19日は、休養日として、20日早朝に2方面から総攻撃を、決行すると決めた。20日早朝、政党軍は開戦以来、最大の兵力を投入した。攻撃主力隊は、豪雨と霧に紛れながら、二股から谷を越え、田原坂付近に接近した。そして雨の中、二股の横平山の砲兵陣地から田原坂、一帯に、 まだかつてない砲撃を開始した。砲撃が止むと同時に、殺軍の出張本営7本のみに攻撃目標を絞り、一斉に突撃した。殺軍は、政党軍の猛砲撃と断続的に降り注ぐ雨のため汚染が遅れ、7本では状況が把握できないまま攻撃を受けざるを得なかった。殺軍は防衛戦を築いていながらも、 突然の攻撃のため徐々に応戦できなくなった。また7本には昨夜着いたばかりの高鍋隊が守っており、状況把握ができないまま政党軍の猛攻を受け配送した。これに、木島、佐渡原、熊本の諸隊も連鎖反応を起こして回送、植木方面に配送した。こうして政党軍は激闘17日、田原坂を抜くことに成功した。田原陥落を受け、 山賀の殺軍も、ワイフまで交代する。政党軍は,は、田原坂を下って、植木方面までの進行を試みたが、吉次峠の殺軍は踏みとどまり、途中で殺軍の攻撃にもあって、中止となった。田原坂の戦いでは、殺軍は敗北に終わったが、21日には早くも有明海、吉次峠、植木、ワイフを結ぶ線に防衛陣地を築き上げた。 そうすることによって、官軍の熊本への道を遮断し、攻撃を遅らせようとした。3月1日に始まった田原をめぐる戦いは、この戦争の分水嶺になった激戦で、戦争から100年以上経った現在でも、現地では、当時の銃弾が田畑や斜面から、しばしば発見されている。政党軍の弾薬の損亡は1日平均32万発。 多い時は60万発にも及び、戦場に大量に銃弾が飛び交ったことで、行行弾も多数発見されている。札軍では、副司令閣であった一番大指揮長、篠原国本をはじめ、有毛の死が次々と戦死した。政党軍も3月20日の田原での戦死者だけで495名、4日からの田原方面での戦死者総数は2401名に上った。 殺軍の戦死者数は不明ながら参加した30、小隊の小隊長のうち11名が命を落としたことからも伺うことができる。こうして多大な戦死者を出しながらも、官軍は田原坂の戦いで殺軍を圧倒し、着実に熊本人大救援の第一歩を踏み出した。植木木止めの戦い3月23日に政党軍は植木木止めを攻撃し、 一進一退の陣地戦に突入した。24日にも、聖党軍は再び木戸目を攻撃し、25日には、植木に雑類を設け、攻撃の主力を木戸目に移した。30日、聖党軍主力は三の竹の熊本隊を攻撃し、4月1日には、半高山、吉次峠を占領した。2日、聖党軍は木戸目をも占領し、殺軍は変電屋に交代し、 変電や木止めの集落は炎上した。5日には、政党軍本営にて軍議が開かれた。8日、変多の方面は激戦となり、政党軍は、小木派様の柿の木台場を占領した。12日に、殺軍は最後の反撃をしたが、15日、植木、木止め、熊本方面より撤退し、城南方面へ退いた。これを追って、政党軍は、大進撃を開始した。 トリス方面トリスでは、3月10日に殺軍がこの地の守備を始めてから4月15日に撤退するまでの間、政党軍との間に熾烈な争いが繰り広げられた。まず3月30日の明け方に、この絵の2体が二手に分かれて、ワイフに攻め入ってきた。はじめは、人数不足で不利な状況だった殺軍であったが、そのうち党隊による応援もあり、 どうにか、正統軍を敗退させることができた。4月5日、第三旅団は、トリスに攻撃を仕掛け、殺軍の平野隊と神宮自体が守備している真ん中に、攻め入った。今日疲れた両隊はたちまち敗走した。これを聞いた殺軍の野村をしすけは植木に行った隊を、引き連れて、トリスに向かい、挽回しようと奮戦するが、結局、この日一日では決着はつかず。 7日に政党軍がこの地に一旦見切りをつけ、小川を先に攻略しようとしたことにより、一時的に急戦状態になった。一方、小川では平野隊、茂久隊の必死の攻戦により、政党軍はやむなく撤退してしまった。殺軍は優先し、4月9日、再びワイフに攻め入った政党軍を撃退したが、弾丸、武器の不足によりこれ以上の戦闘を不可能と考え、 赤星坂へ撤退した。10日から13日にかけて、政党軍によるトリスの再攻略が始まり、殺軍もこれに対して勇ましく応戦したが、いよいよ武器が尽きてしまった上に、超過撤退命令が下されたため、この地を後に、大津に向かった。殺軍の主力が北部戦線に移った後も熊本城の長囲いは、続けられていたが、城中の兵糧が尽きるのを待って陥落させるという、 長が恋作を取る殺軍が砲戦を主としたので、首相側はそれに苦しんだ。殺軍主力が北方に転戦したため賃台の首相負担は幾分減ったとはいえ、開戦前の出荷で失った領食の補充が十分でないため領食不足に苦しみ、極力消費を抑えることでしのいでいた。池上率いる長が恋軍は当初21個、小隊1個法隊。 計4700名近くもいたが、長が恋策が取られると16個、小隊、2個方隊に減少し、3月になって高瀬、山が、田原、植木等の北部戦線が激戦化するにつれ、増援部隊を激戦地に派遣して、さらに減少した。そのために長が恋軍は過小の兵で巨大な熊本城を全面包囲することに苦しんだ。一方、賃大側は、 この木に乗じ、時々少量の漁食を常駐に運び入れた。長賀恋軍が減少した殺軍は、霧野が熊本隊の検索を入れて、水攻めを行うべく、3月26日以始、堤関止めを実行し、坪井川、伊勢里川の水を城の周囲に引き込んだ。これによって、熊本城の東北及び、西部の田畑は一大湖水に変じた。 この策によって殺軍は、城の東北及び西部に配する兵を数百名、節約できたのであるが、その一方、賃大に大使城の西部を守る兵の削減を可能とさせ、結果的には、賃大側を益することになってしまった。田原坂の戦いが進展しない3月14日、政府は、黒田清高中将を三軍とし、高島智之助大佐を、司令長官とする別堂。 第二旅団を機関とする、小瀬軍を編成し、八代方面から上陸視察軍の後方を脅かし、鹿児島と殺軍を引き離そうとした。別道、第二旅団は、不評四個大隊と警視隊1200名を要する、総勢約4000名の大部隊で、18日に第一陣として、不評二個大隊と警視隊700名が、輸送船不走丸、神奈川丸、玄海丸に分譲。 伊藤助マロ海軍少将率いるカスが交渉、猛春の護衛を受けて長崎を出発した。小西軍上陸3月19日、日名具から上陸しようとした別道第二旅団は、殺軍300名が正統軍上陸に備えて警戒しているとの報を受け、3キロ南方のすぐちの浜に上陸地点を変更する。上陸した。 黒木ため元不評第12連隊長を率いる二個大隊と、警視隊500名は、殺軍一個小隊の迎撃を受けるも、砲相の援護射撃もありこれを撃破。部隊は八代まで進撃を開始し、14時には、熊川を渡って、八代を制圧した。夕方には、高島大佐も上陸し、八代に、共闘法を確保した。殺軍本営は、 小瀬軍の上陸に衝撃を受け、南下軍の編成に取りかかる。三番大隊長、長山や一郎自らが指揮官を勝手で、それまでの小隊編成を整理し三個中隊を編成、南下を開始し、宮原、鏡付近で小瀬軍と遭遇し交戦する。21日には、黒田三軍が別道、第二旅団の残余を率いて、ひなに上陸。さらに十五日には、 山田昭義少将率いる別道第二旅団、川地俊義少将率いる別道第三旅団が上陸。小瀬軍は総勢8000名の大部隊に増強された。小川の戦い黒田三軍の指揮の下小瀬軍は左翼に別道第一旅団、中央に同第二旅団、右翼に同第三旅団に展開し26日に進撃を、開始、会場からは、 海軍艦船が援護した。激戦の末、殺軍を撃退して、小川を占領した。この時、長山や一郎は、諸君何ぞここのごとく、今日なる、もし敵をして、この地を奪わしめんか、熊本城外の我が守兵をいかにせん、大事これによってさらんのみ、生きて、全死と称し、死して、中心と称せらルるはただこの時にあり、各死力を尽くし方な俺や、 決起志向して後と激励したが、戦況を逆転することはできなかった。松橋の戦い小川が制圧された殺軍は、松橋に撤退。小世軍は参考旅団の兵身を崩さず、30日には、松橋へ進撃を開始する。黒田は、別道第三旅団に、松橋東方の豊野村を占領させ、残り二個旅団で、松橋を包囲する。しかし殺軍は、頑強に抵抗し、 折からの大雨と、殺軍が、故意に、三船神殿の水門を破壊して一体に海水を流入させたことで、せめては、泥まみれとなり、疲労は極限に達していた。それでも、高島少将は攻撃続行を主張。各隊は、前進地点で露営し、翌31日、引き潮に乗じて、別動第一旅団は、進撃を再開し、山瀬と本堂の両面から松橋瀬を、攻撃。 別道第一旅団は北と崎先から三船に進み、殺軍の右側を攻撃した。これに耐えきれず、殺軍は川尻に交代し、正午には松橋を制圧した。部隊は翌4月1日にも攻勢を続け、宇都を占領、緑川を挟んで両軍は退治する。小瀬軍は熊本城まであと10キロメートルまで迫っていた。しかし小和軍の戦線は広がり、 兵力不足となっていた。そこで新たに別道第四旅団、約2600名が、小西軍に配属となり、7日には、ウト半島に上陸した。人大兵の出撃その頃、熊本城では、殺軍の包囲兵力が減少したこともあり、部隊を場外に出して、偵察や広報拡乱を、幾度か行っていた。最初の場外出撃は2月27日に行われ、 大阪直都市隊員率いる偵察隊は、坪井方面の威力偵察に出撃した。3月26日、植木方面で銃声を聞くが、正党軍が現れないので、後方各覧部隊を3隊に分け、京町口、伊勢里村、本明寺に出撃させた。これらの部隊は一時殺軍を撃退したものの、逆襲に相撤退した。が40日にもなり、 弾薬が欠乏してきた陳大は、余力があるうちに政党軍との連絡を開こうとして、南方の川尻方面に出撃することにした。隊を、奥安方少佐率いる特化子隊、小川隊率いる新州隊、及び予備隊の3つに分け、4月8日に出撃した。新州隊が、休み橋を吸収し、戦っている間に特化子隊は前進し、水前寺、中村、県軍、 熊章を経て、宇都に到達する。新州隊は、殺軍の混乱に乗じて、九本寺にある米720票、小銃百丁などを奪って引き上げた。小星軍は、特化小遺体と合流したことで、木内の領職が欠乏していることを知り、早急に救援に向かうべく、12日をきして、総攻撃を開始することを決断する。しかし小星軍は背後を逆に殺軍に脅かされる。 事態となる。殺軍の八大九州この頃、殺軍は田原方面での戦闘の激化に伴って兵力が不足してきたため、桐野の命で、口部軍兵、別府新助、変身十郎らが鹿児島に戻って新たな兵力の徴収に当たった。3月25日、26日の両日で1500名ほどを、徴兵士9番10番大隊を編成したものの、 小瀬軍が八代に上陸し、宇都から川尻へと迫っていたため、この兵力は、熊本にいる殺軍との合流ができなかった。31日に共同体の宮崎八郎が来着し、桐野からの指示を受け、人吉から下って、小瀬軍の兵団基地となっていた八代を攻撃し、小瀬軍の退路を断って孤立させるという作戦の下で行動することになった。4月4日、 人吉から熊川に沿い、あるいは船で下って、八代南港に出た殺軍は、まず、坂本村の小瀬軍を攻撃して敗走させたのを、川切りとして、5、6日と勝利を収め、8台に迫ったが、7、8日の小瀬軍の反撃によって、八代に至ることができず、再び、坂本付近まで押し戻された。4月11日、再び殺軍は、八代を攻撃。 疲労もあって、小生軍が一時敗退したが、13日に援軍が投入され、殺軍、小生軍ともに引かず、4月17日までこの状態が続いた。17日、一個大隊に殺軍の右翼をつかせる作戦が成功して、小生軍が有利となり、殺軍は敗走した。この間の萩原包での戦いの時共同隊の宮崎八郎が戦死し、 別府スケが死に重傷を負った。三船の戦い黒田三軍は、小瀬軍を部署し、次の方面への一斉進撃を起とした。4月12日、別道第三、第一旅団は一斉に攻撃を開始した。別道第一旅団は宮所のを走って、緑川を渡り、殺軍を攻撃した。殺軍は、敗戦続きに規制上がらず、民家に放火して退却した。 この時、負傷をして、日本儀本営から人力車で駆けつけた、長山八一郎は逆だるに腰掛け、敗走する、殺軍兵士を知った激励していたが、挽回不能とみて、民家を買い取り、火を放ち、商用として切腹した。各して、三船は、小瀬軍に占領された。同十二日、別道、第二旅団は、進化は堤で殺軍の猛者に阻まれ、 別道第四旅団も進撃を阻止された。翌13日、別道第二旅団と別道第四旅団は連携しながら、川尻を目指して進撃した。別道第四旅団の一部が、学科神殿を攻撃して、殺軍を牽制している間に、主力が緑川を渡り、殺軍と激戦しながら、川尻へと進んだ。川尻に向かった別道第四旅団と第二旅団は、 両面から殺軍を攻撃して退け、ついに、川尻を占領した。小瀬軍の熊本入城4月13日、別道、第二旅団の山川広中佐は、緑川の中洲にいたが、友軍の川尻突入を見てきそらすべからずと考え、兵を開けて自ら戦抜け隊を率いて、熊本城を目指して、突入、翌14日16時頃ついに城下に達した。城中港が、 救援部隊の到着に喜んだが、後に山川中佐は作戦を無視した、独断先行を建責されたと言われる。13日夜、日本儀の殺軍本営にいた西郷は、川尻が攻撃されたことを受け、村田新八、池上四郎と共に、小山方面に移動した。殺軍も熊本城の包囲を時14日に、小山方面に撤退し、北方の植木、木止め、 長過方面の諸隊4000名も続々と撤退を開始。城南方面の辰田山南独の新南部村付近に集結した。こうして2月22日以来54日にわたり、奮戦した殺軍の戦線は全面崩壊し、殺軍は熊本城東方の白川と木山川一帯の戦場台地に新たに戦線を構築するも、袋工事に追い詰められてしまった殺軍所帯が、 熊本城、植木から、逐次撤退してきた4月17日、桐野らは、本営小山を中心に、右翼は、大津、長峰、穂、拓保、県軍、左翼は三船に渡たる 20km 余りの新たな防衛線を築き、ここで南下する政党軍を迎え撃ち、官軍を全滅させる作戦を取ることにした。この時に殺軍が、本営の小山を囲む形で、 肥後平野の北から南に部署した諸隊は以下のような配置をしていた。対する官軍も山形三軍らが熊本城で行った軍議で各旅団を次のように部署した。殺軍左右翼の大津へは野村押付式の部隊が配備された。4月20日黎明、第1、第2、第3旅団は連携して大津街道に進撃したが野村の諸隊は奮戦してこれを防ぎ、 そのまま日没に及んだ。4月19日、熊本鎮台別道第5旅団、別道、第2旅団は連携して、県軍地区の延岡隊を攻めた。延岡隊は京塚を守って検討したが、弾薬が尽きたので後戦に退き、代わって、河野朱一郎の中隊が逆襲して、政党軍を撃破した。政党軍は、別道第1旅団からの援軍を得たが、苦戦を遺憾 ともしがたかった。政党軍はさらに援軍を得て、やっとのことで殺軍の二類を奪ったが、殺軍優位のまま日没になった。別蔵第五旅団の主力は4月20日、保、田久保地区の殺軍を攻めた。午後3時には猛烈な火力を集中して、殺軍の先陣を突破して後陣に迫る。副敗に攻撃を受けた、聖党軍はようやく包囲を出して交代した。この結果、 別蔵第五旅団と熊本賃代の連絡は夜になっても断たれたままになった。長峰地区の木島は抜刀隊を率いて、いさむ進むし、別蔵第五旅団の左翼を突破して、熊本城へ突入する勢いを見せた。熊本城にいた山形三軍は、品川矢次郎大書記官からの官軍苦戦の報告と、大山岩尾少将からの殺軍が熊本に突出する。 恐れがあるとの報告を聞き、急遽熊本城にあった、予備隊第四旅団を戦線に投入する有様であった。殺軍祭左翼の三船へは、坂本式の初体が熊本に入った、政党軍と入れ替わる形で進駐していた。別道第三旅団は4月17日、熊本から引き返してきて、三船を攻めた。坂本の初体は、この攻撃は退けたが、それに続く別道第一、 第二、第三両団の西、南、東からの包囲攻撃にはらえきれず、三船から破れ去った。このように両軍の衝突は4月19、20日に、聖闘軍が殺軍に攻撃を仕掛けたことから始まり、戦いは一挙に、熊本平野全域に及んだ。先に、殺軍最左翼の三船が破れ、20日夜半には、最右翼の大津の野村部隊も退却したので、 翌21日早朝、第1、第2旅団は、大津に侵入し、ついで殺軍を追撃して豊島、同名、小谷から小山に向かい、商戦を重ねて、小山に進出した。第3旅団は、大津に進出して、ここに本営を移した。このように、上東海戦では、殺軍は、左翼では、破れたものの、右翼の長峰、保、拓保、 県軍では終始優勢な状況にあった。しかし、政党軍は最右翼の大津と最左翼の三船から、殺軍本営の小山を攻撃する情勢になった。これに対し桐野は小山を死にどころに決戦をする、聞いていた。しかし、野村押助、池部の必死の説得で、桐野はついに本意し、撤退し本営を、東方の矢部浜町へ移転することに決し 自ら殺軍退却のとりを務めた。こうして本営が浜町に、4月21日、殺軍は矢部浜町の軍議で、村田新八、池上が代替指揮長を辞め、本営付きとなって軍議に参画すること、全軍を中隊編成にすること、三周番巨作を取ること、人吉をその根拠地とすることなどを決めた。この時に決められた初対編成及び指揮長は、 以下の通りである。この後即日、殺軍は全軍を二手に分けて椎葉越えで、人吉盆地へ退却した。4月27日、人吉盆地に入った殺軍は本営を人吉に置いた。28日に、広大に着いた桐野はここに出張本営を置き軍議を開いた。広大軍議で決められたのは、人吉に病院や弾薬製作所を設けること。 各方面に諸隊を配置することなどで、逐次実行に移された。この時、桐野が人吉を中心に南北に両翼を張る形で、殺軍を以下の通りに配置した。対する官軍の配置は以下の通りである。河野瀬方面5月8日、辺見、河野朱一郎、平野、口部はそれぞれ来撃隊、八区隊、上山隊、宝翼隊の四個隊を率いて、 河野瀬エビラ瀬方面に向かった。政党軍との戦闘は9日に始まったが、15日には、八区隊の赤塚玄太郎以下一個中隊が、政党軍に降るという事件が起きた。これより、河野瀬周辺での両軍の攻防は、一進一退しながら6月頃まで続いた。前方面別道、第二旅団は5月19日、人吉に通じる書道の一つ万英語指導の、幼少水無し、 大川地の殺軍を攻撃した。これを迎え撃った殺軍の上山隊七番中隊は、一旦、河沢村に退き、5月21日に、水無し、大川地の政党軍に反撃したが、勝敗を決することができず、再び、河沢村に引き上げた。28日、今度は、政党軍が河沢村の上山隊七番中隊を、攻撃した。上山隊は、必死に防戦したが、 弾薬が尽きたために、内山田に退き、翌日29日に、大村に畜類し、守備を固めた。大野方面5月5日、材木村は、他の裏から人吉に通じる養老であったため、宝隊四4.6番、中隊は材木村に見張りを置き、大野口を守備した。6日、政党軍が材木村の宝翼隊4番中隊を攻めたので、殺軍はこれを迎え撃ち、一旦は、 佐敷に退却させることに成功した。しかし9日、政党軍は再び材木村の宝玉隊6番中隊を攻めた。激戦が行われたが、殺軍は敗れてしまい、長村の村に退いた。この時、淵部が本営より、環状隊8番中隊左反対を応援に、よこしたので、政党軍を挟み撃ち攻撃で翻弄し、累を取り戻した。また、 一ノ瀬の法翼隊3番中隊は、政党軍の襲来に苦戦しつつも、材木村まで到達し、材木村の殺軍と共に、類の奪還に成功した。さらに宝隊二2.5番中隊、環状隊4番中隊、その他諸隊は、佐敷木方面湯の裏の政党軍を攻めたが失敗し、大野に退却した。16日、聖刀軍が、 一ノ瀬の宝翼隊五番中隊を攻撃した。殺軍は苦戦したが、大野から来た、環状隊三番中隊の参戦により、政党軍を退けることができた。20日、別道第三旅団が久喜野に侵入した。大野本営にいた淵部は、環状隊番3.4、八番中隊に命令して、久喜野の政党軍を襲撃させ、退却させることに成功した。この戦いは、 殺軍の圧勝となり、銃器や弾薬、その他の部品を多く得た。22日、淵部は、佐敷木口の湯の裏に進撃することを決め、環状隊3.4番中隊、砲玉隊6番中隊、その他2隊に進軍を命じた。またこの日、大野の本営にいた変見は、釘野に進撃することを決意し、淵部に応援を要求した。淵部は、 感上隊8番中隊を釘野によこした。そこで、たまたま、大野口から湯の裏に進撃していた、感情隊3.4番中隊と合流し、正党軍を退けた。23日、別道第3旅団が、倉谷、高平、大野方面の殺軍を、次々と破り、大野に侵入してきた。宝玉隊5番中隊左正隊感上隊2番中隊は防戦したが、破れて、 石川地に退却した。区議にいた環状隊8番中隊も参戦しようとしたが、大野の類は政党軍に奪われてしまった。淵士部軍兵は、類を奪還するため野衆を命じたが、政党軍の反撃で退却した。この日、一ノ瀬の宝翼隊3番中隊の類にも官軍が襲来した。3番中隊は、大野口の排放を聞き、左正隊を噛ませ、右正隊を、 職者に分けて退いた。その後、神の世方面も破れたという報告を聞き、前床に退いた。法玉隊2番中隊は、岩棚よりほど、角道三方境に退却した。28日明け方、政党軍が、前床の法玉隊3番中隊を襲った。この日は、防戦に成功したが、政党軍は29日に、再び法玉隊3番中隊右反対を攻撃。 殺軍は類を捨てて交代したが、砲翼隊3番中隊左正隊の活躍により、類を取り返し、銃器、弾薬を得た。この夜、三方堺の砲翼隊2番中隊も襲われ、弾薬不足のため配信した。このため眉遊火の殺軍は、日踊り腰に退いた。殺末方面の砲翼隊2番中隊が人吉に、退却したため、新部隊2番中隊、 環状隊8番中隊は、低格越の応援のために進撃し、新部隊2番中隊は、低格本堂の守備を開始した。宝玉隊2番中隊も、同じくほど各個子に進撃した。30日の夜明け頃、政党軍が低格左翼の類を攻撃し、殺軍は敗北した。政党軍は勢いに乗じて、環状隊8番中隊、新部隊16番小隊を攻めた。 殺軍各隊は大いに苦戦し、次々と兵を原田村に引き上げた。激しい攻防が続き、勝敗は決まらず夜になった。翌日殺軍各隊は原田村に兵を配置した。6月1日早朝、諸道の政党軍が人吉に向かって進撃した。初方面の殺軍はすべて敗れ、人吉や大畑に退却した。これを知った、中上村の宝翼隊6番中隊。 来撃隊5番中隊、八九隊1番中隊、その他2隊、日踊り越しの宝翼3番中隊、都の原の宝翼隊5番中隊等の初隊は、大畑に退却した。原田村の環状隊8番中隊、新部隊2番中隊、宝翼隊2番中隊、新部隊16番小隊、豪野原の八九隊4番中隊、深江の来撃隊1番中隊、 ババ村の雷撃隊2番中隊等は、人吉の危機を聞き、戦いながら、人吉に向かった。人吉攻防戦4月30日、上山隊3番中隊は中村、遊撃隊6番小隊、春田義次は、頭地チなどそれぞれ用地を守備したが、5月3日から7日までの駆動の戦い、10日から14日までの平瀬の戦いで、政党軍は、 中村中佐の活躍によりこれらを配送させることに成功した。中村中佐は21日、横の方面の殺軍を襲撃し、岩の村に配送させた。一方、親へを守っていた、環状隊2番中隊は岩の村を守備し、22日、全面の政党軍を襲撃し配送させた。さらに追撃しようとしたが弾薬が不足していたこともあり、メラの2試合に退却した。 別道、第二旅団は七つの街道から、熊盆地に攻め入る作戦を立て、5月1日から9日まで、この作戦を遂行した。まず前衛隊は、熊川北岸沿いを通る熊川道、南岸沿いを通る佐敷木道から攻めたが、街道は大部隊が通るには、困難な地形であったために、官軍は各地で殺軍に敗退した。しかし、人員、物資の不足により、殺軍は、 当初の勢いがなくなった。そこをついて12日、別道、第2旅団は、熊本地の北部にある五家騒動等の5つの街道から南下し始めた。殺群の熊川北部の守りが薄かったので、別道、第2旅団は12日から25日までの13日間に、五木騒動の頭を治む、竹の原、熊川道の甲を乗せ、種山道、青笛星竹など多くの用地を陥落させた。 西豪札この頃桐野は宮崎から鹿児島方面及び文後等の軍を投函していたが、ここを根拠地とするために宮崎市長を占領し、28日に軍務所と解消した。別道第二旅団の侵攻で危険が目前に迫った人吉では村田新八らが相談して安全を図るために29日池上に随行させて、狙撃隊等2000名の護衛で最後を、 宮崎の軍務所へ移動させた。31日に、西郷が軍務所に着くと、ここが新たな殺軍の本営となり、軍票などが作られ、財政の立て直しが図られた。山田少将が指揮する、別道、第二旅団の主力部隊は30日、五花相道、寺下家道などから人吉に向かって進撃した。これと戦った殺軍は、各地で敗退し、 五箇荘道の用地である広大も陥落した。また河野瀬口の河野朱一郎、大野口の淵辺は共に人吉にいたが、殺軍が負け遺産をし、人吉が危機に陥ったことを聞き、玉間川にかかる法王橋に向かった。しかし、官軍の勢いは止められず、橋を燃やして、これを防ごうとした淵辺は、銃撃を受けて重傷を負い、吉田に構想されたが亡くなった。 6月1日早朝、寺下家道の山地中佐隊に続いて、政党軍が次々と人吉に突入した。そして村山大地に砲台を設置し、殺軍本営のあった熊川南部を砲撃した。これに対し、村田新八率いる殺軍も人吉城にの丸に砲台陣地を設け対抗した。しかし、殺軍の大砲は射程距離が短いためにかなわず、 逆に長国寺や人吉城の城下町を焼いてしまった。この戦いは3日間続いた。殺軍本隊は大畑などで大口方面の来撃隊と組んで戦線を構築し、政党軍のさらなる軟化を防ごうとしたが失敗し、掘り切り峠を越えていいのへと退却した。こうして人吉は政党軍の占領するところとなった。4日になると殺軍人吉隊隊長、 インド・ハルシゲラが部下と共に、別道、第二旅団本部に降伏し、その後も本隊に残された部隊が、政党軍の勧告を受け入れ次々と降伏した。人吉隊の中には後に政党軍に採用され、軍部に服した者も,もあった。4月22日に来撃隊の指揮長に抜擢された、変身は、日ならずして大口防衛に派遣された。これに対し政党軍は5月4日、 別蔵第三旅団の三個大隊を水俣から大口攻略のため派遣した。この部隊は途中、小郷地、三野などで少数の殺軍を撃退しながら大口の北西、三野まで進行した。辺見は、正統軍を撃退すべく大口の雷撃隊を展開した。5月5日、雷撃隊と正統軍は、牛岡は付近で交戦したが、雷撃隊は、敗れ。 政党軍は大口に迫った。変身は雷撃隊を中心に、正義隊、環状隊、熊本隊、共同隊などの諸隊を加えて、大塚付近に進み、8日の朝から、釘の本堂に退去して、攻撃を加え、政党軍を撃退、政党軍は深渡せまで下がった。釘の三夜を手に入れた変身は5月9日、自ら隊を率いて、 政党軍に激しい攻撃を加えて撃退し、必殺境を越えて追撃した。11日、雷撃隊は、水俣の間近まで兵を進め、大関山から釘野に布陣した。人吉防衛のため熊川付近に布陣していた、口部率いる宝翼隊六個中隊も、佐敷木を攻撃した。また池部率いる熊本隊も、矢はず岳、鬼岳に展開し、取水。 水俣へ進軍する動きを見せた。12日、宝玉隊は、佐敷で敗れたが、大撃隊は、圧倒的に勝る政党軍と対等に渡り合い、第二の田原坂と言われるほどの奮戦をした。これを見た、政党軍は、増援を決定し、第三旅団を佐敷へ、第二旅団を水俣へ派遣した。軍は23日、岳へ進攻し、 圧倒的物量と兵力で殺軍を攻撃した。熊本隊は奮戦したが、支え切れずに撤退した。対して26日未明、笹友もふさ、深13らが指揮する、約60名の攻撃隊が、八は岳の官軍を吸収したが、政党軍の銃撃の前に後退し、熊本隊はやむなく、大口へと交代した。6月1日、 三州万居の根拠地となっていた人吉が陥落し、殺軍本隊は大破隊退りいた。三日に、官軍の二方面からの大関山への総攻撃が始まった。官軍の正面隊は原生林に放火しながら進撃した。熊川方面からは別動隊が攻撃した。雷撃隊はこれらを激しく擁撃したが、二面攻撃に耐えきれず、大口方面へ交代した。 これを追って官軍は、釘の前線の通過点及び、大関山、国見山を占領した。7日に、釘野が陥落し、殺軍は、小河内方面に退却した。翌日、政党軍はこれを追撃して、小河内を占領した。13日、山野が陥落した。政党軍は大口へ迫り、人吉を占領した、別道、第二旅団は、いい。結果、 来撃隊と、殺軍本隊との連絡が立たれた。政党軍は17日、8台で、大口方面に対する作戦会議を開き、別道、第2旅団は、小林攻略と、大口方面での政党軍支援、別道第3旅団は、大口攻略後、南の川内、宮之城、栗の横川方面を攻略するという手はずが整えられた。これにより来撃隊は、 韓軍の戦略的脅威の範疇から完全に外れることとなった。18日、政党軍の三夜への進撃に対し、来撃隊を率いる辺見は、砲弾の雨の中、必死に政党軍を食い止めていた。だが、北東の人吉からの別道、第二旅団の攻撃、北西の三夜からの別道第三旅団の攻撃により、郡山、坊津石山が、別道、第二旅団の手に落ちた。 結果、両者の間の高熊山にこもっていた熊本隊は完全に包囲された。政党軍は6月20日、高熊山の熊本隊と雷撃隊が占領する大口に攻撃を加えた。この時の戦闘では残豪による白兵戦が繰り広げられた。しかし、人吉、郡山、坊津石山からの三方攻撃の中、 寄せ集め兵士の士気の激減と敵軍の圧倒的な物量で、刺し物変味指揮下の部隊も破れ、ついに大口は陥落した。大撃隊が大口から撤退することになった時、変味は、祠の老い松の傍らに立ち、覚えず、涙をふるって、私学校の生兵をして、なお荒らしめば、兄この負けを取らんやと嘆いたと言われる。これが有名な、 十郎太の涙松の由来になった。6月25日、来撃隊は大口の南に布陣し、そのひしかりにて官軍と戦ったが、副水本に帰ることなく、相良率いる後進隊と中島率いる新部隊と合流し、南へと交代していった。ここに、大口方面における約2ヶ月もの戦いに幕は降りた。 鹿児島で激突する官軍と西号軍まだ戦争の奇数がおぼつかなかった2月末、政府は鹿児島の人心を集乱し、殺軍の本拠地をつくために、旧藩の国府であった島津久光に、原動院議官柳原咲光を直視として、兵士千数百名と共に派遣し、3月7日に鹿児島に到着した。しかし、 久光は殺軍に加担することはしないが、九州の恩公をもってしても甲いがないとした。直白らは、中原らを出国させ、弾薬製作所、砲台を破壊し、火薬、弾薬を没収して引き上げた。これにより、薩摩軍はその後の戦闘に大きな支障を来すことになる。熊本城の包囲が解けた4月23日、政府は3分。 河村住吉海軍中将を総司令官として、別動第1旅団、別動第3旅団2個大隊を主力とする陸海軍、混成軍を鹿児島に派遣した。しかし、27日に上陸して、本営を設けた河村3軍は情勢を判断して、増援を求めた。そこで、政府は新たに、第4旅団、別動第5旅団1個大隊を派遣した。 河村山軍が最初に着手したのは、市民生活の安定で、ニーラ経道売り大佐を仮の県令として、警察業務を代行させ、調査してしまった、県官の逮捕、佐明ら等を行わせた。5月3日になると、新県令、岩村道利氏が赴任し、西郷に国有賞を送った。城山、重富、市原の戦い城山の戦い城山を取り囲む。 帝国陸軍の要塞殺軍では、4月28日の広大の軍議の後、中島武彦を新部隊など11個中隊の指揮長として、鹿児島方面に派遣した。官軍、木島清を伴って出発した中島武彦は途中で、別府新助、桂久武らと会して5月1日に軍議を開き、別府新助が横側に本営を置いて、鹿児島方面を指揮し、 前線部隊の中島らはさらに進んで、山田号から鹿児島に突入することとなった。5月5日には遅れて到着した相良を指揮長とする、後進隊など10個中隊が、新部隊と合流した。殺軍は、当初、山田海道から上山北方に出、背面から官軍を攻撃しようとしたが、5月3日は雨に阻まれ、4日は激しい抵抗にあって冷水へ交代した。 6日には西方に迂回して甲月川を越えて吸収しようとしたが、渡河中に猛烈な射撃を受けて大敗し、意識へ交代した。この頃、殺軍は各号から新兵を募集し、新進部隊15個中隊を編成した。また、上町商人からなる新部附属隊も作られた。11日から13日にかけては、西原山の殺軍と海軍の軍艦竜城との、 間で大規模な砲撃戦が行われ、14日から17日にかけては、政党軍によって、殺軍の小石製造所、両末倉庫等が焼却された。殺軍に包囲されて、市外の一角を占領している状態の別動第1、旅団は24日、竹村を攻撃したが敗退した。29日、第4旅団が殺軍の不意をついて、 花倉山と鳥越坂から突入したが、これも撃退された。22日、河村三軍は、第四旅団一個大隊半、別道第三旅団二個中隊を、右翼、別道第一旅団二個大隊半を最翼として、軍艦四隻と小舟に分譲させ、官方で援護しながら、重富に上陸させて、殺軍の後方を攻撃させた。また、軍艦流城を、 カジキ沖に開港して、殺軍の増援を阻止させた。左右翼隊の検討で、サシの殺軍もついにシゲから撃退され、ついで磯付近で、包囲攻撃を受け、北方に敗走した。こうして、聖刀軍はシゲを確保した。これに対し、二十三日、中島、木島、相原は、聖刀軍に反撃し、後進隊八個中隊と騎兵隊二個中隊で、スズメグ 桂山を襲撃し、多数の銃器、弾薬を獲得した。24日、別道第一旅団と、別道第3旅団は、大局を制にで涙橋付近で交戦する一方、軍艦に分譲した兵が背後をつき、殺軍を敗走させた。逆襲した殺軍と、壮烈な白兵戦が展開されたが、夕方、暴風雨になり、これに乗じた。 政党軍の猛攻に弾薬乏しくなった殺軍は耐えきれず、吉野に退却した。この市原方面の戦闘は、鹿児島方面で行われた最大の激戦で、政党軍211名、殺軍66名の死傷者を出した。翌25日、第4旅団は、下田海道を南下し、坂本、西原、桂山から、別府隊、新部隊十番中隊の背後を攻撃し、 吉野へ追い落とした。26日には、同旅団が鳥越道と桂山の二方から全身攻撃したところ、殺軍は抵抗することなく、川上地方へ退却した。政党軍主力の鹿児島連絡大口南部の殺軍を尻けた川地少将率いる別道第三旅団は6月23日、宮野城に入り川内川の対岸及び、下流の殺軍を攻撃した。 一斉突撃を受けた殺軍は激戦の末、ついに、鹿児島街道に向かって退却した。別道第三旅団の部隊は、翌24日には西原にいたり、次々に殺軍の捕虜を落として、夕方にはことごとく鹿児島に入り、鹿児島周辺の殺軍を撃退した。こうして、政党軍主力と鹿児島上陸軍の連絡がついた。退却した殺軍は、 宮古城に集結していると予測した、河村三軍は29日、別道第1旅団を、海上からたるみ高須へ、第4旅団を、吉田、加茂へ、別道第3旅団を、岡原、菱島経由で、加茂へ進め、宮古城を両面攻撃することとした。また海軍には、茂富沖から援護させ、鹿児島には、第4旅団の一個大隊を残した。 人吉方面撤退後の6月12日、村田新八は、都の城に入り、人吉、鹿児島方面から退却してきた、殺軍初隊を集め、都の城へ進撃する政党軍に対する防備を固めた。殺軍の配置は、戦闘によって大幅に入れ替わりがあるので、確定し難いが、北から、ほぼ以下のようになっていた。対して、都の城に攻め入ようとする官軍の配置は、 北から、ほぼ以下のようになっていた。小林、高原方面6月19日、河野朱一郎は、八区隊を率いて、別道、第二旅団が守るいいのを21日まで猛撃して、ダッシュを図ったが、政党軍は前線し、落とすことはできなかった。逆に横側から転進してきた第二旅団が7月14日、小林から高原を攻撃し、高原を占領した。 高原田間を目指すさ。一方、霞権現へ向かった、宝翼三番隊は、奇襲に成功し、銃器、弾薬等の軍需品を得た。この戦い以降、聖刀軍は、警戒を強め、17日に、古類や竹作を築いて、殺軍の奇襲に備えた。21日殺軍は再び高原を攻撃するため、聖刀軍を攻撃するが、強固な守備と敵の援軍の投入により、 高原奪還は果たせず、将来へと退却した。踊り、大久保、宝部方面、横川方面が、政党軍に制圧されてしまったため、7月1日、殺軍の来撃隊6.8、10、13番中隊、環状隊1.3、5.7、9番中隊、正義隊4番中隊等の初隊は踊りに退却し、陣をこの地に敷いた。聖刀軍は6日、 国部に侵入して背後より、踊りの殺軍を攻撃し、殺軍は大久保に退却した。殺軍は重ね山の桂坂、妻谷坂を守備すべく、環状隊7番中隊などを向かわせ、その他の初隊に、蓄類の準備をさせたが、踊り街道から、正統軍が進出しているとの情報を受け、正義隊4番、雷撃隊13番、環状隊1番隊、雷撃隊8番隊がこれを防いだ。 また、政党軍は重ね山街道からも攻めてきたため、環状三3.7番隊、大撃隊6番隊がこれを防いだが、決着はつかず両軍は兵を退いた。ここで、政党軍は、第二両断全軍をもって、大久保の殺軍を攻めた。12日、辺見は、赤坂の政党軍の画像を攻撃するため、大撃隊を率いて、宝部の岡町に進撃。この地は、 左右に山があり、中央に広野が広がっているという地形となっており、聖刀軍はその地形に沿う形で陣を敷いていたため、殺軍は左右翼に分かれて山道から聖刀軍を奇襲し優位に立ったが、雨が降り身体の自由を失い、あと一歩のところで兵を引き上げた。十七日、変身は、騎兵隊を率いてきた、別府苦労と本営の伝令師としてやってきた。 河野周一郎らと合流し、荒い袖屋の政党軍を攻撃するため兵を本堂、左右翼に分け、夜明けに高野を出発した。ヘンミラの初体は政党軍に対し前線するが、河野が本営に帰還するよう命じられたことによる右翼の指揮官の不在と政党軍の援軍の参戦、弾薬の不足により、雷撃隊は高野へ、騎兵隊は将来へとそれぞれ退却した。 19日には、都の上気球の知らせにより、高野の来撃隊は、将来へ移動し守りを固めた。また、辺見は23日の岩川攻撃作戦のために、来撃6番隊、環状7番を率いて岩川へ向かった。敷根、福山、岩川方面第3旅団が7月10日、敷根、清水の両方面からエハ様に進撃し、後進隊12番中隊を攻撃したので、 後進隊は通り山へ退却した。一方、式根、上段を守備していた後進隊8番中隊は、政党軍の攻撃を受け、福原山へと退却した。後進隊8、12番中隊は上段を、脱回しようと政党軍を攻撃するが、破ることができず、通り山へ退却した。15日早朝、後進隊騎兵隊は、カレーガー街道を攻撃したが、 政党軍の守りは固く、カジキ隊指揮長、コシヤマ蔵が重傷を受けたため、攻撃を中止し、通り山へ退却した。23日、政党軍が岩川に進出したとの報を受け、高野から雷撃隊八点7番隊、環状隊7番隊を率いてきたヘンミと交流し、ヘンミ、サガラを指揮長として岩川へ進撃し、政党軍と交戦した。十六時間にも及ぶ砲撃。 銃撃戦であったが、結局、殺軍は、政党軍を破れず、末吉へと退却した。常吉、百院、大崎方面7月7日、新部隊大隊長中島は国分より常吉に到着した。この時、政党軍は百院、市政に進駐していたので、この方面への攻撃を決定した。新部隊は夜に、常吉を出発し、8日に百院に到着した。 ここで三方面から、政党軍を、抜刀戦術で襲撃した。不意をつかれた、政党軍は二川、高熊方面まで敗走した。この戦いで殺軍の死傷者が八名ほどであったのに、対し、政党軍の死傷者は九十五名ほどで、その上、大砲二門、小銃四十八丁、弾薬など、多数の軍需品を奪われた。一方、山、別府率いる、 市政口県政の騎兵隊、新部隊、火事機隊も8日に、市政に到着した。腰山らが兵を3方面に分けて進撃したのに対し、政党軍は、岡城からこれを砲撃し、戦闘が開始された。戦闘は激しいものとなり、夕方、政党軍は民家に火を放ち、二川に退却した。殺軍も、本営の指令で兵を常吉に引き上げ、新部11番隊を、 変態し直し、騎兵隊1.2番中隊とした。大崎に遁集しているとの情報を得た。先発の騎兵隊は7月11日、政党軍を奇襲したが、2番隊長が戦死するほどの苦戦をした。そこで、勝敗が決しないうちに、よもぎ、原、今田村に退却した。一方、後発の新部隊は進路を誤り、荒助の政党軍と遭遇し、 半日にわたり交戦したが、結局大崎付近まで退却した。12日、愛原、今田村の騎兵隊は、大崎に進撃したが、交差のの政党軍はこの動きを察知し、大崎にて両軍が激突した。当初、戦況は殺軍にとって不利な方向に傾いていたが、大崎の新部隊と合流し、政党軍に解消した。しかし、末吉方面が、 気球の状態に陥ったので、この夜、村田新八は各隊に引き上げて、末吉に赴むくように指示した。官軍の宮古の城進撃宮古の城への全面攻撃を始める前の7月21日、山形三軍、河村三軍、大戦少将、三浦少将らは軍議して、一家のように進撃武将を定めた。 都の城方面別道第三旅団は7月24日、阿波屋から宝部に進撃し、指揮庁不在の殺軍を攻撃して、宝部を占領した。続いて、退いた殺軍を追って、右翼を頼ぐち、猪石子石石越から三木南、堤通りに進め、本体、左翼を高野村街道から進めさせ、平原村で河野秀一郎部隊の守備を突破し、省内を占領した。 殺軍が都の城に退却したため、別動第三旅団は、さらにこれを追撃して、都の城に侵入した。第四旅団は、福山と都の城街道、神河武との2方面から通り山を攻撃した。中島は、新部隊を率いて、これを防ぎ、前線したが、すでに、都の城入りしていた、別動第三旅団により、退路を阻まれて、大打撃を受けた。 その間に第四旅団は、都の城に入ることができた。別蔵第一旅団は、岩川から、末吉の来撃隊、後進隊と後戦視察軍を配送させ、都の城に入った。要所である、省内方面、宝部方面が、政党軍に占領された結果、都の城の各方面で、殺軍は、総崩れとなり、この日官軍は、都の城を完全に占領した。 これ以降、殺軍は、政党軍へ投降する将兵が、相次ぐものの、活路を宮崎へと見出していこうとした。しかし、この守備に適した宮古の城という拠点を、政党軍に奪取された時点で、戦局の逆転はほぼ絶望的となってしまった。文豪、日向方面は、4月末から5月末にかけて、野村押付が率いる、騎兵隊とそれを、後方から、指揮。 支援する池上とその部隊の働きで殺軍の支配下に置かれたが、政党軍の6月からの本格的反撃で徐々に劣勢に追い込まれていった。殺軍は、都の城の陥落後、宮崎の戦い、耳津三み文後、日向方面早くも2月には、3月1日有国には、細島港に入港した、港湾内測量を行い3月3日には、 下関に向かって出港した。3月29日には、下関から軍艦、浅間が南下し細島港に入港したが、戦闘はなかった。4月29日、細島港に、再び、猛春と、浅間2隻の軍艦が入港し、上陸する。復興新庁の大工事務取扱所に入り口副区長を尋問する。4月30日、西号から、 文後方面都市室の命を受けた、騎兵隊指揮長、野村雄介すは、椎葉山を越え、一部を、不幸身長の守備及び、細島方面の警備に任じ、主力は、延岡に進出した。これを講演するために5月4日に、未体方面に派遣された、池上指揮部隊役船名は、殺軍の本拠地人吉と延岡の交通路にあたる、未体の警備に、 部隊の一部を当て、主力は投進して、延岡に進出した。延岡に進出した殺軍はここに出張本営を設け、弾薬製造、母兵、物資調達をし、騎兵隊一個中隊を宮崎に、騎兵隊二中隊を、耳に、騎兵隊三中隊を細島に、騎兵隊三個中隊を延岡に配置して、政党軍がまだ進出していない日向を支配下に置いた。以後、 池上は、延岡から、文後方面に進出した、野村を介を講演、指揮するとともに、三体方面の指揮をもとった。5月14日、高木引きる、正義隊など六個中隊は、延岡街道鏡山の熊本鎮大警備隊を襲撃し、追撃して、真見原、川口に進出した。熊本鎮大部隊は22日に、馬見原から武田方面に転身すると、 この方面を担任することになった第一旅団は25日、折原を攻撃し、ついに、未体を占領した。しかし、未体を占領された殺軍は6月1日、日陰側の線を占領し、政党軍進撃を阻止した。こうして、苦戦、交代しながらも、殺軍は8月まで、延岡方面への政党軍の進出を阻止し続けた。文後方面、騎兵隊指揮長。 野村を介は、5月10日、以後、騎兵隊八個中隊を率いて、本格的に、文語攻略を開始した。12日に、先発の四個中隊が延岡を出発して、重岡、13日に、武田に入って占領し、ここで母兵して、報告隊数100名を加えた。14日には、後続の四個中隊も武田に到着し、大部突撃隊を選抜して部隊に加えた。 このように、文語攻略は、順調に進展した。しかし、政党軍は15日に、熊本賃代と第一旅団から部隊を選抜して、武田に投入して、反撃に出た。両軍の激戦は十数日に及び、29日に、武田は陥落して、政党軍の手に落ちた。騎兵隊は6月1日に、薄木を占領したが、7日のの津道羅大佐の指揮する四個大隊の、 攻撃と軍艦参戦。こうして北方から圧力を受けた、騎兵隊は6月22日、本拠地を熊田に移した。野尻方面八区隊は小林を守備していたが、7月11日、官軍第二旅団によって占領された。官軍はさらに軍を進めて、殺軍と21日から野尻で交戦したが、殺軍は疲労のため、勢いをなくし、別動。 第二旅団は、翌22日に、野尻を占領した。宮崎方面7月24日、第三旅団は、河野周一郎らの八区隊を攻撃し、将来を陥落させた。同日、別道第1旅団は、末吉を攻撃し、別道第2旅団は、宝部を攻撃した。そしてついに第3旅団、別道第3旅団、第4旅団が都の城を陥落させた。 25日、札軍の中島や、木島らの新部隊、後進隊、熊本隊が山の口で防戦したが、第三旅団に敗北した。この時、三股では、別腹郎の騎兵隊などが防戦していた。札軍は、都の城配隊後、官軍の北、西、南からの攻撃に備え、宮崎を中心に諸隊を以下のように配置した。七月十七日、 別道第三旅団が帯を攻めて陥落させた。この時、多くの帯隊員、殺兵が投降した。高岡を攻撃するため今別府に集まった第二旅団は28日、別道第二旅団と協力して、辺見中島、河野朱一郎、相柄ながららの防戦により、政党軍は苦しい戦いになったが、やっとの思いでこれを抜いた。翌29日、 政党軍は兵を介して、高岡に向かう途中で、赤坂の剣を破り、高岡を占領した。都の城、帯、串間を押さえた第三旅団、第四旅団、別道第三旅団は7月30日、宮崎の大淀土下に迫った。同時に、僕たすく、宮鶴、倉岡を占領した。31日、第三旅団、第四旅団、別道第三旅団は、大雨で、 水かさの増した大淀川を一気に渡って、宮崎市街へ攻め込んだ。札軍は増水のため政党軍によるとかはないと、油断していたので、抵抗できず、宮崎から撤退したため、政党軍は、宮崎を占領した。ついで第二旅団により佐渡原も占領した。そこで、宮崎、佐渡原と敗北した殺群は、霧野をはじめ辺見、中島、木島、 河野周一郎らの初隊と池辺の熊本隊、有馬が率いる共同隊や他に高鍋隊も高鍋下半二軍を構えて、政党軍の進撃に備えた。これに対し政党軍は、広瀬の海辺から第四旅団、第三旅団、第二旅団、別道、第二旅団と一ノ瀬川沿いに西に並んで攻撃の時を待った。この時、別道第三旅団は、 多くの殺軍兵捕虜の対応をするために会談した。8月1日、カイロより、新鮮旅団が宮崎に到着した。この後、一瀬川沿いに戦線を構えている他の旅団と共に、高鍋に向かった。翌2日、各旅団が高鍋を攻め、陥落させた。メラ方面7月13日、人吉が陥落した後、環状大指揮長アタソウゴは、メラ口の指揮を取ることとなり、 初代を編成して村方面の守りを固めていたが、月23日、高山天宝に進撃するも敗れ、腰の恩に退却した。29日、腰の恩を攻めてきた、政党軍にまたも敗退した。8月2日、銀京にいた部隊は、耳に退却せよとの命令を受け、耳に向かった。耳方面8月2日に、高鍋を突破され敗退した殺軍は、耳に集結し、 戦闘体制を整えた。本営は、延岡に置き、山陰から耳津海岸まで兵を配置した。この時に、霧野は、平井は、村田新八は、不幸新町、池上は、延岡に、順次北方二陣を構えて、諸軍を指揮した。別道、第二旅団は8月4日、紀士や本堂坪屋付近に迂回して、艦道を通り、都線を守備していた宮崎新津のる隊の背後を、 攻撃した。殺軍は、都戦、騎深夜から退いて、6日、山陰の守備を固めた。最郷はこの日、各隊長宛てに教書を出し、奮起を促した。騎兵隊3.6、14番隊は、別道、第2旅団の攻撃を受け、山陰から敗退。官軍はそのまま殺軍を追撃し、不幸慎重に突入した。殺軍はこれを抑えきれず、耳から退いて、 角川に向かった。同日、池上は火薬製作所と病院を延岡から熊田に移し、本営もそこに移した。延岡方面政党軍は8月12日、延岡攻撃のための攻撃軌道を開始した。別道、第2旅団が14日に延岡に突入し、札軍は延岡市街の中瀬川の橋を取り除き抵抗したが、やがて第3.4旅団。 新戦旅団も突入してきたため敗退した。この日の晩、諸将のいさめを押し切り、病状、西郷は自ら陣頭に立ち、政党軍と私有を決しようとした。この時の殺軍は、和田峠を中心に、左翼から以下のように配置していた。また長尾山から、西部の江ノ岳にかけては、辺見中郎太、中島武彦、野間長太郎らの五個中隊を配備し、北部の熊田には、 小倉諸兵、佐藤三十二が指揮する五個中隊を配備して、熊本鎮大兵に備え、予備隊として使用するつもりであった。対する官軍は、山形三軍指揮の下、延岡から北崎機にと攻撃主力を部署し、西部の江の竹山陸には、熊田の北部にはと配備し、殺軍を包囲殲滅しようとした。渡越決戦地の石踏み十五日早朝、西郷は、霧の、 村田新八、池上、別府新助ら諸将を従え、は田越頂上で特選をした。一方山形三軍も、柏山にて戦況を官房した。このように、両軍総帥の特選をする中で戦闘は行われた。当初、別道、第二旅団は、道坂のデーネーと殺軍の砲撃に苦しんだ。これを後期と見た霧野が、 決死聖への一体を引いてはせ下り攻撃したために別動第二旅団は危機に陥った。しかし第四旅団の左翼が進出して別動第二旅団を救援したのでやっとのことできるのを退けることができた。その後両旅団と殺軍とは一進一退の激戦を続けた。やがて正統軍は別隊を進め殺軍の中原を攻撃しようと熊本隊に迫った。 熊本隊は、政党軍を迎え撃ったが苦戦した。変身と野村押助が遠平を送り熊本隊を支援したが、政党軍は、守備を突破した。激戦の末、貨兵の上、軍備に劣る殺軍はやがて、長尾山から退き、続いて、虫か山からも敗走し、熊田に退却した。この機に聖刀軍は、総攻撃を仕掛けて、殺軍の本拠を一挙に相当することを決意し、 明朝からの総攻撃の準備を進めた。8月15日、渡郷への決戦に敗れた西郷軍は、長江村に包囲され、田原野の小玉熊四郎宅に本営を置いた。16日、西郷は、海軍の礼を出した。我が軍の旧白、これに至る。今日の策は、唯一死を勇つて決戦するにあるのみ。この際初体にして、不乱とする者はおり、死戦とする者は死し。 死の卒となり、卒の死となる。ただその欲するところに人勢よ。これより降伏する者が相次ぎ、精鋭のみ千名ほどが残った。一度は決戦と決したが、再起を喫す者もあり、選択に迫られた首脳は十七日午後四時、政党軍の長い包囲網を脱するため、ついに江の竹突破を決意した。突破の大変性として、全軍に河野朱一郎、変身、 中軍に、桐の、村田新八、五軍に、中島、木島を置き、池上、別府新助は、約六十名を率いて、西号を護衛した。この時の特化小軍は、精鋭三百から五百であった。十七日夜十時に、小玉熊城方を,を発して、江の岳に登り始め、翌十八日早朝、江の岳の頂上に到着した。ここから、北川地区にいた、 政党軍を見たところ、警備が手薄であったため、特化コイ軍は変見を先方に一斉に下山攻撃を開始した。不意をつかれた政党軍の第一、第二旅団は、総崩れとなり、退却を余儀なくされた。このため、特化コイ軍は、その地にあった政党軍の食料、弾薬三万発、本一門を奪うことに成功した。一方で深夜に観光されたことで、 進学に落ちた石井忠史教や戦勝もあって西郷と合流できずに自害した小倉諸兵のように西郷に合流できなかった者も,も存在した。江ノ竹を突破した特化コ軍は8月18日、鹿川部に遺体を粉砕し、未体方面への進撃を決定した。その後19日には、時子川の方位第戦を破り、翌20日に鹿川村、中川村を落として、 ミタイへと突き進んだ。21日、特化コイ軍は、ミタイへ到着するが、ここで、キリノは、政党軍による包囲が極めて厳重であり、地形が非常に、険しいことから特化コイ軍の全軍が突破することは、困難であると考え、熊本城のダッシュを提案するも、最後はこれを却下し、22日深夜、特化濃軍は、鹿児島へ向けて、南進を開始した。 これに対し、西郷徹による、江の竹突破に衝撃を受けていた、政党軍は、横川、吉松、カジキなどに、廃兵し、西郷たちの南進を阻止しようとするが、少数精鋭であり、かつ機動力に長ける特化恋軍の前に失敗に終わった。これは、西郷たちの行動が初めから一定の目的に、従っていたわけではなく、その時々の政党軍の弱点をつくものであり、 鹿児島へ向けて出発したものの、最終的に、鹿児島突入を。8月24日、西郷を通るは七津山、松の平を抜け、新門に出たが、ここで、別道、第二旅団松浦少佐の攻撃を受けるも、なんとか、これを免れ、26日には、村所、28日には、月を通過し、小林に入った。同日、西郷を通るは、 小林平地からの火事期進出を図るが、南進を阻止すべく、鹿児島湾、重富に上陸した第二旅団に、これを阻まれ、失敗に終わった。迂回を余儀なくされた、西郷軍最後の進軍路。西郷自決の場所から、西郷洞窟の方向を振り返る南州。この時、鹿児島の情勢は大きく、西郷たちに傾いており、住民も協力していたことから、 西郷徹は、鹿児島市街を、ほぼ制圧し、政党軍は、米倉の本営を守るだけとなった。しかし、9月3日には、政党軍が形勢を逆転し、城山周辺の殺軍前方部隊を駆逐した。反撃に出た、西郷徹は9月4日、木島率いる、決死隊が米倉を吸収したが、急遽米倉へ駆けつけた三好少将率いる。 第二旅団に阻まれ、騎島以化決死隊は一掃された。こうして、政党軍は6日、城山包囲体制を完成させた。この時、殺軍は354名となっていたので、編成を正体に改めた上で以下のように諸隊を、部署した。官軍の三軍、山形有友中将が鹿児島に到着した9月8日、江の竹の二の舞にならないよう、包囲防止を第一として、 攻撃を第二とするという策を立てた。この頃の政党軍の配備は以下のようになっていた。西南戦争が最終局面に入った9月19日、殺軍では一部の少子の相談のもと、山、野田、河野周一郎が西郷の救命のためであることを、西郷、霧野に隠し、強兵の意を解くためと称して、軍師となって西郷の宴席でもある三軍。 河村墨吉海軍中将のもとに出向き、捕らえられた。二十二日、西郷は、城山決死の劇を出し、決死の意を告知した。今般、河野朱一郎、山、野田和介の、両主を敵陣に使い和紙抗議全く味方の決死を知らしめ、かつ、貴虚の主意をもって、大義名分を貫徹し、河庭におて倒れ甲府に、交換、一刀安藤いたし、この城を枕にして、 決戦か、松室港につけ、いまいちそう奮発し、後世に地辱を残さざるよう、覚悟寛容に過遊の僧路をなり、翌23日、軍師さん、野田和介が持ち帰った、三軍、河村住吉からの降伏の勧めを無視し、三軍山形からの西号宛ての自決を進める、書状にも西号は返事をしなかった。9月24日午前4時。 政党軍の砲台からの三発の砲制を合図に、政党軍の総攻撃が始まった。この時、西郷、桐野、桂久武、村田新八、池上、別府新助、変見十郎たら少子四十四名は西郷が、こもっていた洞窟の前に整列し、岩崎口に進撃した。進撃に際して、国武寿介、小倉総久郎が、県に伏して自陣した。途中、 桂ツラヒが被弾して倒れると、弾丸に倒れる者が続き、島津大きくの低門前で、西郷も、またと腹に被弾した。西郷は、負傷して、籠に乗っていた、別府プシを帰り見て、進むどん、進むどん、もう、ここでよかろうと言い、少子がひざまずいて見守る中、気しえり、はるか灰が終わり、切腹の用意が整うと、別府は、ごめんなったもんしと叫ぶや、 西号を解釈した。その後、別府新助はその場で切腹した。西号の切腹を見守っていた、霧の村田新八、池上、辺見、山、野田、岩本平八郎らは再び、岩崎口に突撃し、敵団に倒れ、自陣し、あるいは私学校近くの一塁にこもって戦死した。午前9時頃、銃声はやんだ。 選手をが演説ず、挙兵の意を法廷で主張すべきと考えていた、別府九郎、野村雄介、佐藤三十二、神宮寺助左衛門らは、熊本近代の舞台に、坂田諸木雄は、第四旅団の舞台にそれぞれ降伏した。ただ降伏も選手もしないと口にしていた、中島だけは、今もて行方が知れない。余談ながら、現在、昭和四十九年まで放置され、 そのまま自然にままにされていたため、崩れてしまい。消滅したからである。実際に行ってみると、深さは4、5メートルくらいで浅い。最後をはじめとする上級指揮官は一人一屈与えられたが、その他は4、5人が一屈に押し込められていた。残っている洞窟に実際に最後が居住していたという記録があるわけではない。 西南戦争による、官軍死者は6,403人、西郷軍死者は6,765人に及んだ。この戦争では、多数の負傷者を救護するために白愛者が活躍した。また、特に検証されたわけではないが、類似した例に、熊本の医師、鳩の総と萌えが、殺軍から負傷兵の治療を強要された際に、敵味方なく治療することを主張し、 これを、殺軍から認められ実施したことが挙げられる。そうともえの行動は、戦後、利的行為として、裁判にかけられたが、結局無罪判決を下されている。当時の鹿児島県令、大山綱吉義は監禁を、西郷軍に提供した角で逮捕され、戦後に長崎で残首された。また、元合津繁盛関が廊で、都と個別神社の宮司を務めていた、西郷頼もが、 西郷隆盛と交友があったため無本を疑われ、宮司を解任されている。高知では、同年8月に挙兵を企てたとして立志社の林、雄造や片岡県吉らが逮捕、投獄されている。殺軍総指揮官、西郷隆盛打ち内訳は、主な隊長、指揮者陳代熊本陳代の指揮官及び幕僚。前列左より、福原豊高少佐。 中村寺立笠圭、谷立木少将、樺山助則中佐、別役成吉少佐。後列、小川又寺大尉、添江島中県軍威勢、児玉玄太郎少佐、林俊の助少佐、塩屋方国大尉、近衛兵、共同団、屯田兵警司隊、その他警司隊、川崎岳氏、遊撃不評対抗、美不評対砲兵対砲兵隊。 その高く部隊政党軍編成上基地大戦力や、この衛兵、トンデン兵などの部隊を随時政党軍に編成し、閣僚団を編成した。官軍閣僚団の指揮官ら西南戦争時の、官軍兵士の絵海軍官軍と西郷軍の激突を描いた西京1871年の廃藩地県で、全国の直轄化が完成した明治政府だったが、反面、 各班の借金及び氏族への放録の支払い義務を受け継ぐことになり、過録支給は歳出の30%以上となってしまった。政府は赤字財政権全化のため、生産活動をせずに放録を受けている特権階級の氏族の廃止を目的に市民平等を謳い、1873年に徴兵令、1876年に出録処分を行った。これで、 氏族解体の方向が決定づけられてしまったため、氏族の反乱が頻発し、西南戦争に至る。政府の西南戦争の戦費は4100万円に上り、当時の税収4800万円のほとんどを、政府は戦費調達のため俯瞰紙幣を乱発し、インフレーションが発生した。このため、後の大倉卿、松方正義は、増税、官営企業の払い下げ、 通貨整理を行って、打官処兵発行にこぎつけ、通貨の信用回復により、日本が欧米列強に並ぶ近代国家になる下地が作られた。しかし、この過程で、松方デフレが発生し、農民の小作化が進んで、大事主が発生した。また、小作を続けられないほど困窮したものは都市に流入し、 官営企業の払い下げで発生した財閥が経営する工場で低賃金労働をさせられ都市部の貧困層が拡大した。また財政難となった国は原則国有としていた鉄道の建設が困難になり代わって私有資本による鉄道建設が進んだ。西南戦争は氏族の特権確保という初期の目的を達成できなかったばかりか。 政府の財政危機を弱気させてインフレそしてデフレをもたらし、当時の国民の多くを占める農民をも没落させ、プロレタリアートを増加させた。その一方で、一部の大地主や財閥が資本を蓄積し、その中から初期資本家が現れる景気となった。結果、資本集中により民間の大規模投資が可能になって、 日本の近代化を進めることになったが、貧富の格差は拡大した。官僚制の確立官僚制が確立し、太平洋戦争による敗戦まで続く内務省主導の政治体制が始まった。西南戦争は日本最後の内戦となり、士族という軍事専門職の存在を消滅させて終焉した。士族を中心にした西合軍に、 徴兵を主体とした政府軍が勝利したことで、士族出身の兵士も、農民出身の兵士も戦闘力に違いはないことが実証され、徴兵制による国民開兵体制が定着した。一方で、兵力とか力に勝っていながら、鎮外兵は、戦術的戦闘ではしばしば、西郷軍の士族兵に、田原坂の戦いでは、薩摩軍側は、雨、赤棒、 大砲を脅威として捉えていた。雨は、薩摩軍の主力である前層式銃に不利であり、赤棒は、官軍側の旧士族による、この衛兵切り込み部隊のことで、平民不評は、脅威の度合いが、比較的、低かった。ただし、官軍兵の五層式銃は、薩摩軍側の突撃を撃退する際には威力を、発揮した。官軍側は、小銃弾を、ひたすら浪費した。 この戦争で韓軍側が使った小銃弾は約3500万発で、これは2000発撃って、薩摩軍兵士1人を殺傷した計算となり、日露戦争時の日本軍側の500発、ロシア兵1人と比べても際立っている。また韓軍側の動員した野戦砲は54門であり、大砲は総じてさほど重視されなかった。一方で両軍の海軍力の差は、 決定的なものであり、回路で、鹿児島をついた柳原直主体は選挙区に大きな影響を与え、人吉戦以降の兵士会場輸送も有効に働いた。兵士の戦意、指揮の問題は政府軍にとって解決すべき課題であった。西南戦争の教訓から、徴兵兵士に対する精神教育を重視する傾向が強まった。西郷軍の指揮が高かったのは、 西郷隆盛が総大将であったからだと考えた。明治政府は天皇を第二本帝国陸軍、海軍の大元帥につかせて、軍の指揮公用を図るようになった。スナイドル弾薬製造装置を取り上げられても、西郷、西南戦争を記録する、改編、西南戦争の記録第1から5号。現在も観光中。基礎的な資料を、公文書、文献の目録。 ありがとうございます。